おい、一兵衛さん、今日はどういう動画を見せてくれるんだい？ペヤング。カップ焼きそば？レビュー動画？面白くもねえな。やめとけ、やめとだっけ。て視聴者の方からリクエストが。リクエスト？カップ麺動画見たい。物好きだね。まあ、視聴者の声は大事だからやってみよう。じゃあこのビニールを剥がしてとね。おお、ちょっと待って、いきなり飽きちまうのか。レビューなんだからさ、これから何を食うのか説明しなくていいのかよ。あるだろ、ほら、これからペヤング焼きそばを食べてみたいと思いますみたいな、よ、そういうやつやんないの？じゃあ食べてみたいと思います。いや、思いますって。それだけかよ。商品の情報とかさ、説明するだろ、他にいろいろ。普通どういう商品なんだよそれ。そのビニールに何て書いてあるんだ？ちょっと見せてみな、ほら。おい、限定販売、金粉入りって書いてあるじゃん。これって開ける前にパッケージをカメラの方に向けて説明しなきゃダメじゃん。ああ、本当だ。限定販売とか書いてあるね。お前、書いてあるねって、今気づいたのかよそれ。買う時に読んでねえの？まあ買うときね、とりあえずこうスペシャル感があるようなやつを選んで買ってきたんだ。だったらそのスペシャル感とかいうものをさ、視聴者の人にも見てもらうようにさ、商品をカメラの方に向けてさ、ちゃんと映像で映じゃあさなきゃダメだちょっとろ。待って、これこう包み直すからさね。ちょっと包み直すのかよ。んー、セロテープなわけ？ダセえな。レビュー動画だろう。いきなり開封しようとしてるし、全然レビューにならんだろう。一体何やってんのかよ、この男はよ、まったく。大体何なんだよ、その黒い眼鏡、ポツポツが穴が開いちゃって。何それ、視力矯正眼鏡ですか？いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。はい、皆さんこんにちは、一平です。今日はこの限定販売金粉入りですね、ペヤング焼きそば食べてみたいと思います。何その急に、これから動画始まりますみたいな言い方は。もう動画とっくに始まってるんだよ。気分一新、仕切り直しですよ。仕切り直しって、いや、その継ぎはぎだらけじゃ気分一新にならねえし、まあいいから、さっさと作っはていきな。で、じゃあ作ります。入ってる袋は1、2、3、4、5、まあ5かな。まあこれとこれ1つになってて、まあこれを2つと数えて5個入ってます。ソース、火薬、ふりかけ、スパイス、金粉を出す。ソース、火薬、ふりかけ、スパイス、金粉全部出して、火薬を麺の上に上げて、ソース、これをかける。そしてあとはふりかけ、これスパイス、何のスパイスだこれ。スパイス、さあできました、金粉入り。まだ金粉が入ってない金粉入りペヤングですから。じゃあちょっとこの金粉を入れてみましょうかね。ちょい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 っと、うわ、はい、ああ、こっちか、こっちが切り口だった。ほらほら、なんかこれ静電気で、なんかね、金粉ですからね、高価なんですよこれね。
わっ、キラキラ光って、すごいすごい、金粉だ金粉。よし、入れちゃえ入れちゃえ入れちゃえ、よしよしよし、あっ塊が、金粉の塊が、うわすげえすげえ豪華だ、金だぜ金、金粉だ。こっちの方にちょっと残ってるからな。よしできたで、はい豪華です。ここのところが金ですね、ここのところが、ここがちょっと密集してますね金が。いや食べてみましょう。あ、箸に、箸の先にも金粉がついておりますね。じゃあ早速いただいてみましょう。いただきます。おー金粉だ、いただきます。金、まずこの 金がかかってるところから、いただきます。おい、どういう味は、え、黙ってないで早く食レポしろよな、うん、これは確かに金の味がするな。うん、金の味ってなんだよ、いい加減なこと言うもんじゃねえぞこら。おいしいな金粉。あ、金粉っておいしいのかよ、そんな話を俺は初めて聞くぜ。この辺が金粉がねついてますね。ごちそうさまでした。美味しかったです。金粉入りペヤング焼きそば。これで明日トイレ流すのもったいないかな。